アリに甘露を与えるアブラムシは、愛理強制の例である。歯に落ちた甘露器の下に溜まった甘露甘露は、植物の樹液を食べるアブラムシや貝殻虫が分泌する糖の多いネバネバした液体である。後期が支部を貫くと糖が多く高圧の液体がアブラムシの尻部から出てくる。甘露は、特にカメムシ目の分泌物では一般的なもので、 しばしば栄養強制の基礎になる。シジミチョウかの幼虫や、ある種のガモカンロを生産する。カンロは、庭の製作者にとって、悩みの種である、すす病菌の原因になりうる。また、木の下に注射した自動車に落下し、ガラスや車体をけがすことがある。また、特にバッカク菌等の菌類も分泌する。ある種の鳥、蜂、ハリナシミツバチ、ミツバチ等は菅炉を集め、 暗い色の蜂蜜を作る。ヨーロッパやアジアの一部では、その薬効が珍重されている。日本の小笠原諸島独特の、島蜂蜜も、甘露蜂蜜である。新社会性の蜂であるパーチャーターガスフラタネスは、甘露を集めて幼虫に与える。アメリカが州国カリフォルニア州では、40を超える種で甘露の利用が記録されている。アリは、アブラムシ島から直接、 甘露を集めることができる。これは、天灯虫や、キセバチ等の捕食者を追い払うのに役立っている。アリと成熟した、共生関係を持つ動物や植物を、アリ仲立ちと呼ぶ。マダガスカルでは、ヒルヤモリ族やマルメヤモリ族のヤモリが、木の幹に止まった、アオバハゴロモカの雲カに、下から近づき、天灯行動により、甘露の分泌を誘発する。雲カは腹部を上げ、 ヤモリの尾光部のすぐ近くに、貫炉の雫を分泌する。北欧神話では、ユグドラシルから地球に炉が落ちるとされ、スノーリの枝の話の一つである、ギュルビタブラカシでは、これが人々が貫炉と呼ぶものであり、蜂が栄養をとるものであると書かれている。ギリシャ神話では、マンナの木から滴る蜂蜜によって、クレータ島でメリアスが幼いゼウスを育てたとされる。 サミュエル・テイラー・コールリッジの、クーブラ・カーンでは、最後の行で肝炉が言及されている。ヘブライ語の聖書では、エクソダスの後に、イスラエルが砂漠をさまよっている間、奇跡的に、マナという物質を与えられたが、これが肝炉であるとされることがある。デイエジプトキ16時31分では、コリアンダーの種に似て白く、味は蜂蜜で作ったウェイハースのようだったと書かれている。ありがとうございます。